ヤッホーよだよということで、今日は最近の購入品開封と、あともう開封して使い始めているものもあるので、そちらを紹介していきたいと思います。ということで服からいきたいと思うんですけど、前にも買ったカルナムールでまた服を買ってきました。こちらの T シャツです。かわいい。これ何がかわいいってさ、胸元にワンポイントでハートのねキラキラしたやつがあるんですよ。めちゃめちゃかわいいと思って、ちょっとなんかガーリーになる感じがカルナムールで前回買ったあのパンツとかに合うかなと思って。あとさ、この色すごく良くないですか。しかも名前もアイスなのよ。だからなんか夏っぽくていいなみたいな風に思って買わせていただきました。裏はシンプル無地、これくらいシンプルなのがね最近は好きです。ちょっと待って、今これくらいシンプルなのが好きですって言った後に出すのすっごい嫌なんだけど。マルディの T シャツも買いました。ロゴバーンみたいな、花ドーンみたいな感じになってますけど、まあまあまあこういうのも好きですよということで。いや、 やっぱり可愛いよねこのマルディ。白地にネイビーです。裏は無地。ちなみにめっちゃ余談なんですけど、この前ディズニーに行ったのね。でパーク内歩いてたら、これと全く同じの着てる人がいて、あーなんて、それ私も買ったやつと思ってちょっとテンションが上がりましたっていう余談でした。続いて飛行機の中で使いたいグッズ、こちらの3点です。今度ね香港に旅行に行くんですよ。でまあ、あのご存知の方もいるかと思うんですけど、私は飛行機が大変に得意ではないので、飛行機の中での過ごし方をなるべく快適にしたいと思っていろいろ買ってきました。まずこっちが有線のイヤホンと iPhone15 につなげるためのイヤホンジャック、ヘッドフォンジャックアダプターです。なんかあの AirPods はね持ってるんですけど、 Bluetooth が使えるのか使えないのかがなんともわかんなくて、だからこの有線のを買っておけば間違いないだろうと思いまして、久しぶりに有線のイヤホンを買った。ちなみにこれにした理由はですね、単純にこの形かわいいなと思って、横から見た時にっていう、それだけの理由で買いました。おお、なんかいっぱいいっぱいコロ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 、何これ、これ何、あ、へー、ケーブル巻いてこう長さを調節してくれるやつだ。へえ、そんなんついてるんですか。今昔からついてたのかな、わかんないけど、あら、それはありがたいね、とっても。あとは耳につけるところのあれそれが6個入ってて、色は白にしました。あー、久しぶりに見たこのイヤホンジャックと、タイプ C イヤホンジャック。一回これで音楽がちゃんと聞けるのか聞いてみよう。ちなみにこっち、これはあの iPhone のじゃない、 Apple の純正のやつです。びっくりした。今聴いてる曲がさ、始まりからさ、こうブワーってだんだん大きくなっていく曲だったの。だから、あー、いい音量って思ったら急にドゥワーってでかくなって、はーってなっちゃった。失礼しました。聴けた。やったー、聴けたー。これ大丈夫？これ外漏れてないよね。漏れてないね。Bluetooth 切っても聞こえるから大丈夫だ。これで飛行機ライフがちょっとかい、ちょっと、いや、だいぶ快適になるはず。続きまして、飛行機で使いたいグッズもう一つはこちらのネックピローです。スリコで買いました。収納袋もついてます。本体がよ、こんな感じなのね。空気を入れてみよう。やり方がわからない。
ここに書いてあります。ちなみに背面これかな。正面のポンプ栓を開けます。おー、なんかちょっとずつ膨らんできたかも。おー、なんか急に膨らんできたかも。背面の栓を押し込んだら完成です。押し込んだら、お、入った。すごーい。で、これで完成ってこと？で、こう。で、こうか。あー、最高かもー。あと分かんないけど、なんかネックピローってそもそもこっち向きに使うって聞いたんだけどっていうか、 X かなんかのポストで見たのかな、忘れたけど、どっちなんだろう。まあ寝やすい方で寝ればいいか。そうだな。と、これもスリコで買ったやつなので、スリコつながりで紹介しちゃうんですけど、スマホストラップを新しくしました。というのもですね、使ってたやつぶっ壊れました。ここがまさかのぶっ壊れまして、ちょっともう使い物にならなくなっちゃったの。しかもディズニー行ってる時にさ、バキって言って壊れてさ、みたいな感じだったんですけど、新しいやつを買いました。今回は黒にした。色の理由は特にないんだけど、まあ無難な色だしと思って。あとはそのディズニーで買ったものが2つ。まずはこのカチューシャ、この耳のところにキャラクターのサインを書いてもらうっていうので結構話題になったカチューシャだと思ってるんですけど、私もそれがやりたいなと思ったので買いました。はい。まあもうだいぶ流行り終わってるかもしれないけど、でミッキーとミニーとドナルドとデイジーに書いてもらいたいなと思ってるので、今度ランドにね行くことがあった時に全員分一気に書いてもらえたらいいかなと思っているところです。と、こちらシーズナルグルメチケットセットについてきたこちらのランチボックス、なんかまず色がいいよね。このちょっとくすんだ緑とオフホワイトみたいな色がまず合うし、口笛かなんか吹きながら歩いてる感じのこのイラストもとっても可愛いし、でこっちはねこんな感じで、長い方はキャラクターのイラストが書いてあって、短い方はミッキーがかたどられてるみたいな感じになってるんですけど、あとこのドリンクホルダーもねついてて、大きさもね変えられるようになってるんですよね。だからそのドリンクのカップの大きさに合わせて固定できますみたいな感じにもなってて、すごい。あとこれはですね、全部解体ができて、これもこうやって、細長く折りたためて、これをかぶせちゃって、こんなに薄く保管できますよみたいな感じになってます。そして最後がこちらの佐久間玲くんのグッズです。箱庭缶バッジっていう、ケースの中に缶バッジを飾れるっていう、そういうグッズらしくて、この前秋葉原のあの ES ストアだっけ、アンサンブルスターズのグッズが売ってるショップに行って、これをあの初めて見たんですよ、このグッズ自体を。で、何これと思って買ってみちゃいました。せっかくなので組み立ててみたいと思います。よいしょ。ということでパーツが6個、あ違う7個だ、これもだ多分パーツが7個、完成図これね、そこが多分これ背景こちらですね。これ結構嫌な音するかもしれないな。こんな感じでひとまずついた。で、側面こんな感じになりました。これを普
ここに入れればいいんか。あ、支えか、ここで。支えを先につけないといけないパターンだわ。こうなって、缶バッジを入れて、蓋をこんな感じで入れて、最後。あ、これ上蓋も先に入れないといけないやつか、やつな気がするな。あー、これ一回つけたらもう外したくないやつだな。お、できた多分。で、前蓋をはめ込めばできた。こんな感じだ。で、これにレイ君を入れて、こうですね。かわいい。ほこりもかぶんないしね、この蓋があるおかげで。いいじゃん、いい買い物した。これはここに飾っておきたいと思います。はい、ということで購入品以上です。特になんかまとまりのない、なんかジャンルも決まってないし、どっか一箇所で買いましたみたいな感じの感じでもない購入品開封だったんですけど、楽しんでもらえてたら嬉しいです。ということで今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 X のインスタもやってるので、よければフォローしてください。ではまた次の動画で。